良くも悪くも色物で見た時に多分私誰にも負けないんですよ。なんか一人勝ちって別に何も勝ててないんで、やっぱりこの世界本当に殴り合って競い合って変えていかないと絶対変わんないから、だからその私が大嫉妬する人がここにいたら一番自分も楽しいし、みんなも多分もっと楽しくなると思うんですよね。なんかそういう意味では多分目先はだいぶ早い段階に一人でディアナを背負わされようとしてるし。そうなんですか。いやそうでしょう。だってこの表情は23の表情じゃないですよ。どんな表情ですか。わかんない。いつもこれ言われるんだけど本当わかんない。本当だよ。そうだ。そうだから、まあ、今年初めにタイトルシングルやったんですけど、こいつマジで23とか4とかじゃねえなって思ったし、でもそれってやっぱりなんか背負わされてるものが違うというか、私とも違うし、もちろんだからやっぱりその強さはあるから、なんかそれはそのディアナだけでやるんじゃなくて、なんか出してほしいなと思うし、はたまた真白も背負わされようとまさにされてる一人なんですよ。アイスリボンも団体で考えたら多分絶対ディアは背負わなきゃいけない、トップにならなきゃいけない、こいつもトップにならなきゃいけないっていう、そのなんていうんだろう、一塊で考えたらそれだけだけど、でも多分ここに来たら多分それよりもっとやんなきゃいけないことあるんですよ。だってディアの一番背負ってんのに、ここでじゃあ真っ白に美味しいところ全部持ってかれて、笑い全部持ってかれて、数字持ってかれたら顔がなくなるから、ここでは多分もっと頑張らなきゃいけなかったりとか、なんかそういう別の命の危機というか、そういうのはあった方が絶対面白いと思うし、すいません、この真剣な話です。ただこうやって撮って喋ってるだけじゃダメよってことだよね。そうよ、うん、別にこううぬぼれてるわけじゃなくて、私はもう本当にぶっちゃけ誰にも負けないっていう自信がある、でもこれをなんて言うんだろう、あ、うなぎさやかと絡めるラッキーで終わらせるのか、これをうなぎさやかを脅かせる存在になる、かつここでみんなで上がるのかは、多分その人次第だと思うんですよ、これでもしね、真っ白がめちゃくちゃ跳ねたら、私、うわ、あの時マジで真っ白さえ呼んでなかったら私が一番に跳ねたのにっていう、ところまでやっぱ行ってほしい、って思ってる。でも今、これ言ってるけど、来年言ってるかもしれないですからね、こいつが。いや、マジ、うなぎさやか本当に頑張ってほしいわ、みたいな言ってるかもしれないじゃないですか。確かに。それって本当にわからないから、そういう意味でも面白くしたいなって思います。なんかでも多分そのアイスリボンのエースとしてやってるだけだったら絶対見えなかったものはきっとあると思うし、今の時点でもだからそういう意味では団体を背負って一番面白いことやらないといけないし、私も逆にその団体っていうものがないからこそ負けれないし、全部自分にかかってるからね。そう、負けれない、かつやっぱり一番の目標は、私たちが日本を代表するレスラーですになることじゃん、っていうもう全てにおいて戦いなんですよ。もうパパパはどうしたらその新しい新規のお客さんに自分たち見てもらえるかって本当に考えないと、動かないと、発信しないと何も考えてるよ。逆に発信ですか。マシロプレゼン、ちょっとありますか。マシロプレゼンです。プレゼンです。プレゼンです。プレゼン。プレゼン。大学へのなんかプラン。プラン。ああでもマシロが一番になるためには何するの。ああでもすごい思
人間の脳みそってなんか7秒が目に留まるらしくて、なんか TikTok とかなんか切り抜きなんか動画とかでなんかこういう、うん、なんか例えばさっきおっしゃってたみたいななんかサムネじゃないですか、なんかそういう詐欺の胸触ってるの、胸触ってるとかちょっと卑猥ですけど、リール動画とか短いショート動画で面白い部分を切り抜いて、面白いかもって思ったのをあの動画の本当の長い編みにつなげてってことですよね。そうです、まさにそれです。何も言ってないよ。なんかそういうのでなんか人間の脳に泊まれたら面白いのかなってはすごい思ってます。人間の脳に泊まるっていうことが、はい、今の場所の目標。そうです。ああ、じゃあ何ですよ、7秒で。7秒ですか？てて 7秒で脳に止まる7秒ちょっとお願いします。何でしょう、なんだろう。3 2 1、はい、なんだろう、何ですか。じゃあこの時計を見てください。シュッ、どうですか。コマン君なんか目標みたいな人がいるとめっちゃやりやすくてありがたい。目標みたいな人、うん、マジ、うん、なんかはるかは基本自分が一番にもちろんなりたいから頑張るんです。基本2、3番手から始まった方がめっちゃ頑張れるじゃん。もう1番がいるからそこが目標か、そこまで頑張ればいいんだら一緒。まあでももしかしたらずっと最下位かもしれないけどな、もしろ。うんって言えよ、嘘で。そういうとこだよ。トータルの売り上げとかあるじゃん、うん、まあ、もうそれこそまあ集客もそうだけど、じゃあ売店行くのとか、もう本当に例えば誰々さんより行列長かったとか。めっちゃ見てる、あれか。性格悪いかも、悪い。いや、でもそういうものだと思う。そう、なんか本当にそういうところが普段なんかそのなんか枚数とか言い出したらちょっと生々しくてやるけど。でもそうじゃないですか、みんな。じゃあ握手会とかの握手券の枚数こっちの子の方が売れたとか、うん、そういうののそういう目に見える数字で自分が負けてた方が頑張ろうってなれるから、うん、なんかこうなみたいなめっちゃパンって言ってる人がいると頑張ろうってなる。何これ。頑張ろうってなる、ね、本当にすごいなって思うし尊敬できるしね。マジで、うん、何今日これドッキリ。でなんかこんな感じなんで、なんかやっぱ結構あの人に怒られることが多いんですけど、何に怒られてるのたまに分かんなくて、もっとポコった方がいいよ。そう、あ、だって、はい、こんなに、はい、なんだろう、こんなに空気読まないのとかできないの、もちろん。逆にすごいよ。ああ、逆にすごい。それ修正されると、はい、真っ白雪じゃない感じがします。いいと思う、このままで突き抜ければいい。あ、これでマジで金稼げるようになったら誰も文句言わなくなるから。あ、それだから。あ、確かにそうですね。最初うのめちゃくちゃもいろんな人にボロカスに言われて、はい、めっちゃアンチ、まあ、未だにいるけど、はい、めっちゃいたし、はい、でも、うん、自分を正解するためにもとにかく自分を偽らずに一生懸命やった結果、はい、今ちょっとなんていうの、うなぎさやかがさ、はい、確立されてきてるじゃん、うん、それまでだって乗り込むのとか、はい、査定とかもはぁみたいな、誰が言ってんだよ査定ってってずっと言われてきたし、うん、でもそれは自分のものだからって信じてやってきてたから、うん、今があるから絶対直しちゃダメだよ。わかりました。だってこんなのできないもん、はい、うちら、え、こんなバカになれない。そのだからほら、はい、アントニオ猪木さんがバカになるって言うじゃないですか。あ、だからバカ、これはナチュラルボーンで初期設定できてきてるみんな一生懸命みんなそれバカになりそうな、なれなくってバカになれって言い聞かせてるのに最初からバカになれってできてるから。積んでるからもう。積んでるんですね。あ、初期設定でそれあるんだ。あ、確かに。なんか試合した、初めて試合した時に、あ、この子は自分を信じることを極端に恐れてるなってもう一発で理解したんですよ。それはすごい合ってるかもしれない。で全部自分で全部謝るじゃないですか、はい、何に対してもすいません、いや本当にすいませんってなるのって、なんか極端にやっぱ自分を信じれないし、やっぱ怒られてきたから謝るっていうことがナチュラルになっちゃってるけど、なんかもっと自分を信用するっていうか、やらかすことを恐れなくていいと思う。うん、
でも決定的に明かしたらマジで切れるからな。わかりました。いやお前それはさすがにやめろよって怖いよ。でも普通に言うけど、でも、うん、言わないよ、そんなめったに言わないから。あ、はい、面白いから絶対やった方がいいですよね。本当にイケメンでも、でもイケメン好きだから怒られるというか、なんか嫌われてるんだろうなっていう。マジ？どうなんですか、なんか。でも大丈夫、うなもすごい嫌われてるから。空気読めない。どうなんですか、なんか挨拶はちゃんとしてる方だと思うんですけど。でもはるか思うの、別に、はい、その他の人と仲良くする必要なくないみたいな。いや、そこの人めちゃくちゃ大人だから別に挨拶だけし、だって正直仕事じゃないですか。だから別に挨拶だけしてそのだけでよくないって思う。なんか別に嫌われてようがどうでもよくないって思う。まあでも、まあ、確かにそうですね。嫌われて、いや何がだって別に好かれても何も変わんないじゃないですか、その今の現状が。大事ですね。応援してくれてる人と真っ直ぐ真っ直ぐ向き合って、そう。でも好かれなくていい。うん、好かれなくていい。だって好かれたところで別に何の稼ぎにもなんないじゃん。そう。いや、わかんないけどさ。いや、まあそんな、うん、いやでも嫌われない方がいいの、わかんない。もう嫌われてるから何も思わない。もういい。でもさ、うなが結果的に思うのは、例えばね、はい、例えば今さ、ここのメンバーで頑張ろうってなってるじゃん。はい、この人たちを幸せにしたら勝ち。ああ、ね、そういうことか。はい、別に、はい、ここから外れてる人たちがどんだけ幸せになろうと、はい、うちら、うなは関係ない。なぜなら別にこの人を幸せにしたいって望んでないから。うん、自分が好きな人と自分が幸せにしたい人だけ幸せにできたら、もうそれだけでさ手一杯じゃん。だってうな今むしろ幸せにできてると思ってないけど、はい、これをこのパッパパを楽しく幸せに爆発させようと思った時に、そのわざわざパパパのこと嫌いなんだよねって言ってる人をさ、うん、幸せにする時間なんかもうちらにはないわけじゃん。うん、もうここでなぜなら頑張るっていうまだ課題が死ぬほどあるじゃん。はい、だから自分が好きな人と自分を幸せにしたい人だけを信じて、あとはもう何もいらない。うん、でもまあやらなきゃいけないことあるよ。仕事としてやらなきゃいけないこととか、まあそれはもちろん挨拶、笑顔、仕事する、雑用とか、それはもう絶対的に絶対それやらなきゃいけない。それをやらないやつは本当にプロレスをやる価値がないと思うから、やらなきゃいけないけど、でも自分がなんかやりたいことと好きなもののため以外に頑張る労力なんかもう残されてないから、もうここだけ頑張ればいいよ。だからもう別に他の団体で嫌われてようが、別にうなぎさんいるからいいやの感じでいいと思うよ。もうパパパで、うん、私にはパパパがいるから、はい、いいやって思ってやればいいんじゃない、はい、これからは知らんけど。あーでも、そのマインド大事です。でもそれしかない、はい、だからそれしかないから、うん、もうそれ嫌われてるよ私は。うん、でも嫌いな熱量って自分に対して何か思ってるわけだから、もうお前の負けだから。